最終日の日曜日へ向けまして連続5日間の準優勝バトルということになります。ボートレース尼崎第14回ダイスポスワンカップ競争、初日のメインカードを迎えます。第12レースは記者選抜戦です。1号艇は松井健二、2号艇小葉照吉、3号艇吉田隆義、4号艇高橋秀幸、5号艇重根圭介、6号艇村田敦史、以上6名が対戦です。市蓋さん、4号6とどうやら枠番通りコースは固まっていきそうです。今シーズンもちろん地元のエース格ということになります。松井健二が絶好枠での戦い、人気の中心に押されています。ここはきっちりと陰線決めてくるか。1号艇松井、この外にコースには2号艇ベテランの小葉照吉が構えていきます。前半カードはやや苦しい展開となりましたが、2走目今度こそ底力を見せてくるか。2号艇小葉、3号艇の吉田隆之はこの外に構えましてセンター3コースに続きます。コーラー巧みにテクニカルに迫ります。3号艇の吉田、4コースを下げて角1が4号艇、速攻力が魅力でありますが高橋秀幸、そして柔軟自在なさばきで迫ります。5号艇の重根圭介は5コースから、そして大外6コースが6号艇、前半カードは1着ゴール連勝を狙う村田敦史です。スロー3艇ダッシュ3艇と分かれました。第12レース内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。バシッとスタート決めてきたのは角から4号艇か高橋秀幸、1周1マークでありますが、陰線1号艇の松井も負けてはいません。先頭を取った4号艇がまくり出す、間を狙う5号艇の重根ですが先頭は踏ん張った1号艇です。松井健二、内をつく4号艇高橋に、外からは5号艇の重根、4番手以降3号艇2号艇6号艇が続きます。スタートは正常でした。2マークは先頭1号艇松井、2番手追走は4号艇の高橋で、上位体系1番4番14体系、3番手からは5号艇の重根、4番手以降3号艇6号艇2号艇が続いています。先頭は一線越し切り成功で1号艇の松井健二です。4号艇の高橋秀幸が2番手を追走、5号艇重根が3番手、上位3艇は145、4番手に3号艇吉田、5番手以降6号艇2号艇となります。2周の2マークに移りまして先頭は1号艇の松井健二です。2コース3コースがややへこむ厳しいスリットでしたが、1マークを踏ん張り切った1号艇の松井健二、そしてさすがのスタート力を見せました4号艇の高橋秀幸、トップスタートが迫りましたが惜しくもここは2番手、3番手は5号艇の重根、上位体系145、最終周回に移ります。先頭は陰線堂々押し切り人気に応えそう1号艇の松井健二です。2番手追走は4号艇、スタート決めて見せ場を作っていきました高橋秀幸、そして3番手は5号艇です。1マークは狭い展開のポケットを狙ったんですが重根、上位体系145、4番手以降3号艇2号艇6号艇となります。ラストマークに移りました。先頭は1号艇の松井健二、2番手追走4号艇高橋秀幸、3番手に5号艇の重根、上位3艇145でゴールを迎えます。先頭1番です松井五輪、2着4番高橋五輪、3着5番の重根五輪、3番吉田五輪、2番6番が五輪。以上尼崎第12レースでした。